にちは。ありがとうございます。東京都立大学吹奏楽団です。私たちは、八王子市にあります東京都立大学南大沢キャンパスからやってまいりました。本日は心を込めて演奏をお届けしますので、ぜひ最後までお楽しみください。本日司会を務めさせていただきます、フルートパート3年梅澤理子と、オルンパート3年片岡義人です。よろしくお願いします。はじめに2団体アンサンブルを披露させていただきます。1団体目にお送りします曲はシーサイドダンスです。題名にシーサイドとあるように、海をモチーフとした3つの楽章からできている曲となっております。これら雰囲気の大きく異なっている楽章は、人それぞれ違う海との思い出を表現しています。本日はこの曲を当団指揮者メンバーでお送りいたします。それではどうぞ。Thank you.
ありがとうございました。続いて2団体目にお送りします曲はピアノデュオタイズールです。この曲はピアノザックというピアノデュオバンドが2009年に発売しましたミニアルバム友人大人のオープニングを飾る曲で、ゆったりとしたテンポの中にも確かな情熱を感じさせるライブの定番ナンバーとなっております。これ少々セッティングに時間がかかりますので、軽くコーナーの説明や紹介などをしたいと思います。東京都立大学吹奏楽団は見てわかる通り、今日だけでも80人ぐらいの団員がいてすごい多いんですけど、これでフルメンバーではなくて本当は118人メンバーがいます。はい、で、まあ、今度定期演奏会があるんですけど、そこでは大体100人近いメンバーで演奏させていただくことになります。楽団の紹介それぐらいしかないので雑談でもしないなって思うんですけど皆さん本当に今日たくさん来ていただいてすごく嬉しいです。高尾山やっぱこの時期登りたくなりますよね。紅葉も少ししてきててちょっと綺麗な気分になってきてすごくいいなと思ってます。どうですか？今日朝9時集合だったんですけど、その高尾山口の駅とかに9時に着いたら人がすごくてみんな登山みたいにしてて、あ、みんな登るんだなとか思いながら来ました。で、今もすごいですよね。もうちょっと商店街の方とかテーブルカーのお酒すごかったですし、本当いろんな方々に人見ていただくんだなとか思いながら楽しみにしてました。あ、準備できました。あ、じゃあできたそうなので、じゃあ2体目ピアノデュオ台風をお送りします。では最後までお楽しみください。それではどうぞ。
1978年に編集したものになります。9月21日以下、日本記念日協会によってアーキュウィンド&ファイヤーのセプテンバーの日に認定されているそうです。ラジオでも9月になるとよくオンエアされる曲でして、聞かれた方も多くいるかと思います。ぜひノイノイの曲調をお楽しみください。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、スキーは、2年岡雄生でお送りします。それではどうぞ。
とうございました。続いてお送りします曲はさようならまたいつかです。この曲はシンガーソングライターの根津玄師による楽曲になります。今年の4月期に放送された NHK 連続テレビ小説虎に翼の主題歌として発表された曲です。このドラマは放送の世界に飛び込み、日本初の女性弁護士となった実在の女性の物語に基づいたオリジナルストーリーです。それにふさわしいこの曲は毎朝聴きたくなる爽やかなポップソングでありながら、困難な時代を乗り越えてきた放送たちの情熱を強く表現したエネルギーに満ちた家のある一曲です。本日はこの曲を吹奏楽アレンジでお届けします。指揮は2年橋本律樹でお送りします。それではどうぞ。
続いてお送りします曲は泳げたいやきくん in スイングです。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよの歌い出しで有名な童謡泳げたいやきくん。約50年前にリリースされ今も色褪せることのない名曲をスイングアレンジでお送りします。アルトサックスやクラリネット、テナーサックスによるイケイケなソロにもご注目ください。次は3年石上聡でお送りいたします。それではどうぞ。
ありがとうございました。最後にお送りします曲は銀河鉄道39です。この曲は松本零士氏の SF 漫画銀河鉄道39の映画版主題歌としても有名なドライゴの楽曲を金谷雅紀編曲で吹奏楽バージョンにアレンジした曲です。イントロはゆっくり落ち着いた曲調から始まり、その後アップテンポで明るく進んでいきます。中間部ではフルートやクラリネット、クロッケによる美しいメロディーとなり、ラストは転調によってさらに盛り上がりを見せる曲です。ぜひ広い宇宙に浮かぶ星々を結ぶ銀河鉄道をイメージしてお聴きください。指揮は1年黒崎祐樹でお送りします。本日は最後までお聴きくださりありがとうございました。それではどうぞ。
ありがとうございました。最後に、宣伝をさせていただきます。私たち国立大学吹奏楽団は12月8日日曜日に、多摩センターにありますパルテノン多摩で、ごめん、はい、パルテノン多摩で、定期演奏会を行います。1年の集大成となる演奏会ですので、ぜひお越しください。今団員の方がビラを配っているので、よかったら受け取ってください。よろしくお願いします。皆様のご来場をこれよりお待ちしております。また本日15時からこの場所でもう一度2回目の演奏をさせていただく予定です。今回とはまた違ったプログラムでお届けしますので、お時間のある方はぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです。ぜひお待ちしております。本日は本当に最後までお聞きくださりありがとうございました。